ストライクドッキング、これジャミオです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでモンストニュースが来たので見ていきましょう。まずはこちらです。はい、ということでガンダムシリーズのコラボの詳細が発表されました。そしてキャラクターも、詳細情報を発表されたので、そこら辺細かく見ていきましょう。はい、ということでアムロレイヤーのニューガンダム見ていきましょう。はい、4の間適正来ました。はい、これこの4の間の適正としてはかなり上位にいるキャラだと思います。もうこのスペック見ただけで、まあ、あとは使ってみたが、6時に出たのでそれもちょっと見てきました。うん、もうニュートンアルファ並みと言っていいんじゃないかな。いや、最適の一体、最適の一体だと思う。だからマジであそこってボス削りが大変だったと思うんですけど、こいつのなんか、まあ、そもそもの殴り力と SS、 これで、まあ、別にニュートンアルファ持ってなくても結構簡単にクリアできるようになったんじゃないかなっていうのが個人的に嬉しいところだから、それだけでもその評価が高いです、こいつに限ってはね。まあ、で SS の部分なんですけど、事業化してからの最後追撃っていう感じですね。で追撃はね、わーっていろいろ動いた後に最後ズダみたいな、あれが割合なのか、それか直殴りなのか、ちょっとそこのところは俺の目からは分からなかった。ちゃんと数値計算すれば分かるのかもしれないけど、ただなんか弱点は全部当たってたように見えたね、最後の追撃は。うん、で最後のさ、ズダさ、複数ヒットしたんだよね。そうね。そうだから、あれは全判定を巻き込むやつなのか、それとも一つのところにズワンってなんか多段してるのか、そこのところが見たくれじゃ分かんなかった。どっちなんだろうね、あれは。そうね、だからそこも楽しみだね。仮にさ、割合がゾロみたいに入ってるんなら、そうそう、結構いろんなところで使える可能性があるから。そうだから、ハイブリッドの可能性もある。割合も入って、さらにその直殴りも入ってるっていう、まあ、それだったら嬉しいよね。そうですね、うん、だけど天魔4の HP もうバカ高いんで、ただの直殴りだけだったらね、うん、まあ、想像削れない可能性もあるんで、だから自強化の部分も相当高いのかもしれない。そっちも高いとマジ強い、うん、だから普通にやばいっす。はい、じゃあまあギミックも見ていくんですけど、まあ、4の間適正っつったんで、はい、ブロックまで入れちゃうとまあこんな感じ。ドン・キホーテとかカタストロフィーと全く被ってる。でまあブロックが最悪いらないよねってなったらこんな感じになってくるんだけど、まあ、シンプルにそのさっき言ったニュートンアルファとかと負けない火力してるなって思いました。まあ、ニュートンアルファはニュートンアルファにいいとこあるんですけど、ヒット破壊できたりとかね。うん、まあ、だけどこの SS とかのね、当てやすさとかも考えると、まあ、ニュートンアルファに負けてないなっていうのが個人的印象。はい、2体目なんですけど、キラヤマト&フリーダムガンダム、はい、こちらが来ました。でこいつなんですけど、転送壁を持ってるのが特徴かなと思います。そんで新アビリティの超レザーストップ M、うん、これに関してはまあレザーストップなんでしょう。回復力が上がってるのかな、うん、うん、まあ、なんかレーザーのステージは活躍できそうですね。で特徴としてはやっぱ高スピードアップは偉いかなと思います。うん、これでなんかスピード、まあ、語彙力アップの補助とかできるので、まあサポーターとしての一面も持っている。そして SS なんですけど、使ってみた動画はそのニュースの時しかチラッとしか出てなかったんですけど、まだまあ自強化入れてからのそのレイジさんのなんかランチャーでの追い打ちみたいなのから最後全体爆発が入ってましたね。で全体爆発のところがアバロンのステージだったんですけど、ザコに240万入ってて、ボスにも240万入ってたんですけどね、なんかぴったり240万。なのでそのアバロンのステージ的にあそこは最低保証な可能性があるんで、割合かな、おそらく全体割合、うん、おそらく全体割合だと今のところ思ってます。で最近その水属性だとね、割合の数値高いやつが結構いるんで、ブルーロースとかね。まあ、ほぼ全体割合みたいな感じじゃないですか、真ん中にゾーンできちゃえば、うん、まあ、てな感じなんで、そのライバルの存在はね気になるんだけど、まあ、全体割合でこの数値っていうところ、うん、かなりもらってくれれば、そうね、割合目的とかね、うん、可能性全然可能性あるんじゃないかなと思います。で一応そのギミックライン的にも、まあ、転送壁、まあ、少ないです。特に反射キャラ、最近だったらそのね、ラプンツェルとかね、早川明とか入ったんですけど、まだまだ、うん、
そんな厚くないんで、そこの層が、うん、このラインは嬉しいかなとシンプルに思いました。で、普通にワープブロックで見てっちゃうと、まあ、今の時代、まあ、表26で使うかは分かんないんですけど、ただの反射キャラを、まあ、一応いけてしまうという形になってると思います。はい、バナージリンクス&ユニコーンガンダム来ました。はい、まあ、僕とかはなんかパチンコとかで見てるんですけど、はい、最近だと一番なんか有名な気がする。よく聞くよ俺はよく聞くよね、うん、ユニコーンってね、可能性の獣とかね、はい、よく聞きますね。はい、ということで正論なんですけど、ダメの原則壁対応している、転送壁も持っているっていうことで、まあギミック対応的にはまあ一旦ね転送壁から見ていくんですけど、はい、こんな感じになっております。少ないです、かなり。まあ、最近だとファウストが入ったラインですけど、まあ、ファウストとはまあ別のベクトルの強さだよね、うん、殴りなんで基本的に、まあ、だからそこのとこ転送壁の中でも評価高いかなと思いました。そしてまあ主にここで今は使うかなっていうダメを減速ライン、ね、まあ皆さん知ってる通り表28使ってみた動画でも出てました。ボス1でワンパンしてました。ボス1でワンパンするってことはそこそこやっぱ SS の追撃の部分も強いのかなと思います。はい、で、プレデビオル、ここでも強いだろうね。そうですね、プレデビオルワンパンしちゃうのかね、そこのところは分かんないけど、別にワンパンしなくても強いと思うから、うん、うん、そこのところやっぱ評価高いかなと思います。友情いいよね、うん、友情鋭角3方向が使いやすくてよくて、で初めての調教壁バンド弾、個人的感覚なんですけど、ボスをぶっ飛ばすとかそういう感覚ではなかったですね、みたいな感じ。なんか、狙える気弾っていうイメージ。で、SS ちょっと見ていきますか。SS なんですけど、これ、前すごいね、うん。オールアーチですね。オールアーチからの最後の追撃で使ってみたのとワンパンもあった。うん、この組み合わせすごくない？なんか夢の組み合わせみたいな。そうね。実況化で防御力もアップだからね。あ、そうだ、防御力アップも入ってますね今回。まあ、これがねどこまで強いかっていう感じなんですけど、なんかスピード感的にはなんか遅く感じた、他のオールアーチと比べると、コラボの五条やらね、うんうん、なんかそこら辺と比べちゃうと、その代わり追撃部分がえげつないんですよみたいな感じになってるかな。いや、これもちょっと SS 詳細が結構楽しみだよね、どうなってんだろう中身っていう。そうだね、まずは実況化の部分、ここが、まあ、個人的にはね2段階目だったら、普段だったら 2.4 倍とか 2.5 倍もらうんだろうね、まあ、クラフィックが5畳あたりと、そうその辺と被るからね、価格が、うん、まあ、パッと見た感じで強そうに見えたけどね、プラスね、ワンパンしてたからね。そう、プラス追撃なんですね。で、これが近くの敵に追撃なんで、そのコナミとね似てるかなっていう感じかな。これも近くじゃないですか、まあ、止まるとこはちょっと意識しなきゃいけない、意識しなきゃいけない、だけど当ててしまえばかなり強そうな感じは出せた。あ、で中央ステージまだ、ちゃんと言ってなかったんですけど、表に出はちょっとプレデビオルぐらいしか、これ天魔8いけるね、まあ、天魔もいけるって時点でもう評価高いんじゃないかな。そうだよ、まあ、最近そのファウソっていう存在があるから、その一番手かどうかは分からないけど、もうこの追撃も持っちゃっててオールアンチもあるんだったら、あと源流封じ持ってるので、あそこプニカチも多いじゃないですか、でプニカチのダメージも痛いじゃないですか、まあ、源流耐性もあるよねっていう、だから天魔8でもその貫通枠としての採用は、うんうん、あるのかなと思ったり、だからそう思うとすごいよね、その上位のクエストなんか3つぐらいいけちゃうじゃないですか、だからユニコーンガンダムかなり、まあ、この中だったら俺は一番いいなって思ってる今のところ。はい、ということでコラボスターターバック、ヒーロユイ&ウィングガンダムです。これ超絶クロスフェーブがね初めてと、どんだけ威力上がってるのか楽しみですね。これはそう、今のところね威力感とかも出てないんで、下手したらやばい可能性ね、ノマとかで使う人も出てきちゃうんじゃないか、威力次第では。いや、そんぐらいやばいでしょうね。うん、だからこれは威力感に期待。あとは注目したいのはそのストライクショットっていう感じかな。自走して、まあ、防御ダウンさせて、弱点を出現させて、最後追撃っていう、なんかモリモリのやつなんですけど、なんか威力感的にはまあスターターパックだなっていう感じだった。うん、表19でその撃ってたシーンあったけど、
あそこ別に飛ばさないんだって思ったら、まあ SS の注目っていうよりはやっぱり超絶クロスウェーブのところをね、まあ、注目してみてあげたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして次は超究極、こちらも発表されました。タマンカン&キュベレイが降臨するということで、はい、で本来のラックにプラス99分のラックボーナスがもらえるので、その降臨キャラでいかなくてもいい、ガチャゲン4体でいけるっていうクエストによってね。で周回系だね。そうね、うん、いつもっていう感じ、月曜日か、月曜日から始まります。はい、これ楽しみですね。ハマりそうなのは何ですかね。はい、続いてミッションなんですけど、地球連邦軍ジオン公国軍からの指令っていうのが始まる。はい、これ前もあったよね。どっちかを選んで、なんかそれの配属側のミッションを達成していく、で結局はまあどっちもやることになるっていう感じですね。はい、こんな感じで、まあ、まず軍を選びましょう。で地球連邦軍の方が簡単なのかな。でジオン公国軍の方が難易度が高いと。本当前もあったんだよな、これあったね。うん、でまあ全部やれば両方できるんで、うん、結局は全部やることになる。まあ先になんか難易度低い方を選んどくのが無難なんじゃないかなと思います。はい、ミッションの一部なんですけど、まあ、普通に地球連邦軍の方はあのクエストクリアするんでいい。でジオンの方がまあいろいろとちょっと面倒なのかな。そうね、うん、でこれ見るとさ、20日にはい挑戦可能になるっていうことはやっぱ目標なんかありそうですね。そうだね、うん、なんか発表があって追加があるんだろうな。うん、だから2回目の超究極とかもね、うん、もうここでもう期待できますね。はい、そして報酬です。基本的にはコラボキャラクター、今回ねコアナブすごいね実装されるんで、めちゃくちゃいるね。うん、ファンの方は嬉しいんじゃないかなと思いました。まあ、あとは称号とかもね、あの僕でも聞いたことあるような名言が入っててね。本当だガンダム知らない人でも聞いたことあるだろう。はい、こんな感じになっております。はい、そして未開の大地が出現です。拠点41、はい、いつも通り14日からです。まあ、この感じだと50までいきそうですね。はい、重視の回も発表されました。お寮でございます。コネクトスキルが厳しい。これびっくりしたわ。種族バルキャラ3体なんで、龍馬といけないっていうね。まずね、龍馬の嫁なのに龍馬といけないっていう。基本一体編成になっちゃうよね、うん、使おうと思うとね。だけどやっぱ対応ギミックは素晴らしいかな。転送角も対応してて重力ブロックダメだもんね。クワトロかすごいわ。ヤマトタケルって強いわこれ完全にヤマトタケルでしょ。ヤマタケね、はい、ヤマトタケルこれでもうめちゃくちゃですね。まあなんか使いやすいキャラになるんじゃないかなって思ったんだけど、コネクトのセンチは増してる。まあそうだね、うん、けどまあ転送会もちろん汎用的なキャラにでしょうね、単純に、ね、多分そうなるとは思うんですけど、まあ、殴り感も保管されたのは嬉しいかな。連撃キラーエブ感、うん、今までなかったから攻撃アップのアビリティをもらってるのは好評か。いい、まあ、普通に転送壁で天魔だね。うん、天魔だね、うん、まあだけど正直役も持ってたら使わないかな、うん、っていうイメージだね。役もとは別なところ、うん、殴りでもっと貢献できるところで使いたいかなっていうのが 俺的な印象ですね。はい、ということでニュース見ていきましたけども、はい、とりあえずガンダムコラボが来たのでそこのところ注目かなと思います。はい、まあ、とりあえず俺個人的にはさっきも言ったんですけどユニコーンかな。うん、ユニコーン絶対欲しいな。いい性能だねあれは。マジいい性能。 SS もモリモリっていう感じで、はい、まあ、他にもね、まあ、天魔4とかキャラ足りてないっていう人はアムロレイとかもかなり注目なんじゃないかなと思います。その他にもガンダムの機体とかもね、その降臨とかで今回結構実装されてるんで、うん、かなりファンは嬉しい。そう、ね、うん、コラボになってるんじゃないかなと思いました。ということで土曜日から始まるんで、ね、皆さん楽しみに待ちましょう。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。